2024年、球団初となる日本一連覇を目指す阪神タイガース。連覇に向けて戦力の整理と底上げが必要となるチームは、2023年10月26日に開催されたドラフト会議にて、6名を支配下指名、2名を育成指名しました。1位と2位が下村、椎葉という即戦力クラスの投手である中、3位で指名されたのは仙台育英高校の内野手、山田修也でした。177センチ、71キロ、右投げ右打ちでショートを本職としています。阪神のショートといえば、2023年の日本一に大きく貢献し、ベストナインやゴールデングラブ賞を獲得した木浪や、若手で評価が上がっている小幡がいますので、将来性を見込んでのドラフト上位指名となりました。阪神は若手や中堅の年代である選手が非常に多く、伸びしろを多く持っています。そのため野手に関しては即戦力野手というよりも将来性を見込んでのドラフトであったと言えるでしょう。内野陣は前述した木浪が2024年で30歳、小幡が24歳とこれからの活躍が期待できる年齢です。2人に加えてセカンド中野、渡辺も20代後半であり、サードは佐藤が26歳、ファーストの大山が30歳と、内野全体を見てもこれから全盛期を迎える選手が多いのです。そこに割って入るほどの注目を集めているのが山田です。今回は2024年シーズン、大きな期待を背負い、新戦力として内野陣に新しい風を運んできている山田がどのような選手であるのかご紹介します。山田修也と青春ってすごく密なのでの末監督の出会い。山田は宮城県仙台市青葉区出身で18歳、小学校時代に仙台広瀬リトルリーグで野球を始めた山田は、6年生の時に WBSC U12 ワールドカップの日本代表に選出され、野球の才能を開花し始めました。野球を楽しむ小学生であった山田は、小学校時代に仙台育英の監督である須江監督と運命の出会いをしているのです。山田がまだ12歳だった17年秋に、当時系列校である修校中を率いていた須江監督は、県内外を問わず1000人以上の小学生のプレーを見る機会がありました。そこで須江監督は、細くて小さな一人の内野手に目を奪われました。須江監督は山田をそこで見ていたのです。須江監督は当時を振り返って、体は小さいが肩が強い、ボールを強く正確に投げられる、さらにボールに対する足さばき、守備に関してはダントツにうまかったと評価していました。当時の山田は公式志望だったため、軟式の修校中入学とはなりませんでしたが、山田自身も須江監督に対して好印象を持っていました。選手を大切にする人柄が印象深かった、いつか須江先生と野球ができればと印象を語っているほどです。小学校6年生の時点で山田は仙台育英の進学を夢見ていました。仙台育英では山田の兄がプレーしていました。山田は甲子園1回戦で兄が放った本塁打を聖地で現地観戦。その強烈な印象から仙台育英の淡いグレーのユニフォームに魅了されたのです。仙台育英でのプレーを夢見ながら野球に取り組む日々の中で、山田の運命の歯車が動きます。なんと自分を高評価していた須江監督が2018年に仙台育英の監督に就任したのです。そして高校進学のタイミングである2021年に、山田は兄の背中を追うように仙台育英へ入学することになりました。山田をプロ入りできる素材であると見込んだ須江監督は、守備と走塁を高校生トップに引き上げ、打撃は将来に可能性を感じさせると評価してもらえればと考えていたと当時を振り返っています。また能力は目を見張るものがある中で、山田の課題はメンタル面でした。もともとがおとなしい性格であった山田に対して、須江監督は自分の意思を話し伝えられないとプロは遠いと感じていたのです。そのため2年夏に仙台育英が甲子園を制した後、
山田のメンタル面での成長を期待して新チームの主将に就任させます。須江監督の期待に応えて大きく成長した山田はチームを3年夏に甲子園で準優勝に導いたのです。須江監督は1年でこんなに成長したキャプテンはいなかったと成長を高く評価しました。選手能力としては須江監督が天性の守備力と評価する守備と地肩の強さ、仙台育英で鍛えられた走力が武器です。さらに野球 IQ の高さも兼ね備えており、ポジショニングや走塁意識、ケースバッティングなど状況に合わせたプレーができます。またポイントゲッターとしての活躍も見られるため、どの打順に入れても機能するタイプの選手と言えるでしょう。和田二軍監督鳥谷からの評価とキャンプの動向取り組み。阪神から将来性を買われてドラフト3位で入団をした山田。入団交渉後の会見では、新しい場所で野球人生がスタートするということで身が引き締まる思いですと神妙な表情で語っていました。高校通算14試合を甲子園でプレーしましたが、これからは本拠地が甲子園となったのです。何回行っても素晴らしい球場、自分の本拠地として野球ができるので嬉しいと話しました。加えて憧れの選手はヤクルト山田哲人であり、尊敬する先輩を追い抜くことを目標に設定しました。山田といえば山田修也と言っていただけるように頑張りたい、記録にも記憶にも残るような目標にされる選手になりたいと意気込みを語りました。初めての春季キャンプを控えた2024年1月、キャンプ前に自主トレをメディアに公開。さいたま市内の公園で自主トレを行い、父・浩二さんからノックを受けるなど充実した時間を過ごしました。公園に偶然居合わせた西武ライオンズジュニアに所属している小学生とキャッチボールをする一幕も見せます。子供にも夢を与えるというプロ野球選手としていきなりの活躍でした。そしてトレーニング後にはメディアに対して、今年の目標は土台作りと語り、これまでと違って学生とか部活じゃない、これからは職業として野球をする、その難しさはあると思います、まずはしっかりプロの環境に慣れて早く一軍で活躍できるように頑張りたいと誓いました。そして春季キャンプは2軍スタートで迎えます。当然ながらプロの壁に当たりながらの日々となっています。得意の守備でも複雑で緻密なプロの連携があり、和田二軍監督からはまだまだ誰かがついていないと自分たちだけでは動きもわからないと、先輩たちとの差を確かめながらも飲み込みが早いのは確かと高評価も得ていました。また山田の守備全体に対しては、シートノックとかを見ていても何年もやっている選手にもそんなに見劣りするわけではないと高いレベルで認めており、体ができてきたら面白いと将来性を評価されています。山田が春季キャンプで注目されたのは、阪神 OB である鳥谷臨時コーチが2軍キャンプを訪問した際です。鳥谷臨時コーチは身振り手振りを交えて熱血指導を山田ら若手選手に行いました。鳥谷臨時コーチは山田の名前を挙げて、体の使い方が非常に上手、細かい練習より実際にシートノックやゲームノックの形の方が上手に見える、大舞台の経験っていうのがあるんだなと思ったと賛辞を並べたのです。また打撃に関しても、高校生であれだけ芯でミートできる確率が高い、持って生まれたというかバットコントロールの能力は高いなって話を和田監督としていましたと高評価しました。名ショートである鳥谷臨時コーチからの指導に対して、山田は改めてセンスがすごいと感じました、怪我のリスクを減らすことも含めて教えていただいたと恐縮したコメントを残しています。和田二軍監督や鳥谷臨時コーチからの高評価から見て取れるように、球団から将来阪神のショートレギュラーとしての活躍が期待されていることが強く伝わるキャンプになっています。キャンプでは実戦でもルーキーながらスタメンで起用されています。今後も活躍の機会は多く与えられていくでしょう。阪神の育成会議、ルーキーは触らないことが約束ごと。
山田は仙台育英時代、投手としても144キロをマークするなど、二刀流の才能を発揮していた逸材です。故に、1年目のキャンプは、高校時代に疲労した肩を気遣い、練習を積ませると、育成会議で確認されています。具体的には、守備練習の早急制限、ノックは受ける数をこなしながら、投げる数はオーバーワークを避けるよう指導者が見計らいます。阪神の指導では、ルーキーは触らないことが約束事と言われています。秀でた力に魅力を見出し、指名した選手ですから、まずは見ることが基本方針です。仮に打撃や投球の形がどれだけ変則であっても、コーチの一存で改造を促すことはありません。この指導スタンスが近年の阪神に浸透しています。山田の起用法について一軍に上がるか。山田は高卒ルーキーですので、岡田監督としては4年後に同年代の大学生が入団してくるタイミングくらいで一軍の戦力になってほしいと考えているでしょう。プロで戦うには体や技術などまだまだ未熟な部分があります。そのため最初は2軍で実戦を経て経験を身につけていくはずです。山田にはショートのレギュラーとして活躍してほしいという思いを球団は持っていますので、走攻守がある程度のレベルに達しない限りは岡田監督は起用しないと予想されます。阪神は若手や中堅の野手が2024年現在非常に豊富です。一軍ベンチ入りするには何かしらのスペシャリストでなければなりません。現在の控えである熊谷や上田らは走塁と守備のスペシャリストです。糸原や原口に関しては代打の切り札の役割が任されているため、一軍に上がるだけでも至難の業と言える状態です。まさに2023年に日本一になったチームはこれから黄金期を迎えそうです。この黄金期の後半や終焉後、次の黄金期を迎える頃には阪神のショートは山田が守っていることを阪神ファンは期待しています。山田修也は将来性を感じさせますね。山田についてご意見ご感想応援メッセージがありましたらコメント欄に記入してください。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。